筑波周辺の美味しいパン屋さんを巡り、パンの種類ごとに深掘りして紹介するパン好きによるパンマニア番組、つくばパン散歩。つくばパン散歩、今回はもうすぐクリスマスということで、つくば市内で買える4つのシュトーレンを紹介したいと思います。まずご紹介するのは、つくば市緑野にあるピクニックベーカリーのシュトーレン。白い箱とクリスマスカラーのリボンで、ラッピングはシンプルでとってもおしゃれ。ピクニックベーカリーのシュトーレンは、つくばワイナリーの赤ワイン、つくばルージュでドライフルーツを漬け込んでいます。つくばルージュの濃厚でいて爽やかな香りが、ドライフルーツを噛むごとにふわりと広がります。ピクニックベーカリーさんのシュトーレンは中にマジパンが入っているタイプなんですよ。おいしい。このマジパンが本当ジューシーな、水分量の多いマジパンで、こうアーモンドの風味がふわーって香ってくるんですよ。ナッツがすごい香ばしい。生地の中に大粒のくるみと、あとスライスされたアーモンドがたくさん入っているので、こう噛めば噛むほどナッツの香ばしい香りが口に広がってきます。具材と生地の比率もバランスが良く、スパイスの風味も控えめなので、子供からお年寄りまで食べやすいシュトーレンです。マジパンとナッツの食感と風味、つくばで作られた赤ワインの香りが光るシュトーレンでした。続いてはイオンモールつくばにあるペニーレインつくば店。ビートルズのモチーフが印象的なお店で、美味しいお料理を楽しめるベーカリーカフェや、ワンちゃんと一緒にお食事ができるドッグカフェも併設しています。そんなペニーレインのシュトーレンがこちら。真っ赤な箱とビートルズの4人がサンタに扮したシルエットがとってもキュート。中には特徴的な細長いシルエットのシュトーレンが入っています。粗めの砂糖が油分や水分を吸ってじゅわっとしっとりしています。こう生地を持った感じはふかふかしたパン生地のようです。パウンドケーキのようというよりはパン生地みたいな食感です。ふんわり柔らかな感じで、それでいて口の中でスーッと溶けていく、あのしっとりした生地感ですね。すごいほのかに香るシナモンの香り、砂糖のシャリシャリ感がすごい美味しい。口当たりがすっごい軽いので、こう重たくならないでパクパク食べられるシュトーレンです。スーッと溶けていくしっとりとしたパンのような生地に、イチジクやナッツの食感、砂糖のシャリシャリ感がとっても美味しいシュトーレンでした。ペニーレインではクリスマスケーキの予約も受け付けています。ぜひチェックしてみてください。もうすぐクリスマスだね。そうね、クリスマスケーキにローストチキン、美味しい食べ物がいっぱいで楽しみだな。ねえねえ、クリスマスに食べる美味しいパンやお菓子ってどんなものがあるの？例えばイタリア・ミラノのクリスマスのお菓子はパネトーネが定番。たっぷりの卵とオレンジピールやレーズンなどのドライフルーツが入った味わい深いパンなの。イギリスの伝統的なクリスマスのお菓子といえばミンスパイやクリスマスプディング。どちらもドライフルーツやナッツ、スパイスなどがたっぷり使われていて濃厚な味わいよ。日本のお雑煮みたいに各家庭やお店によって違ったレシピがある伝統的なお菓子なの。
サンタクロースの故郷フィンランドではヨウルトルットゥというお菓子が定番。プルーンのジャムが入った星形のかわいいパイで、クリスマスの時期に各家庭で作られるんですって。うわー、どれも美味しそう。他には他には？日本でもよく食べられるようになったお菓子にドイツ発祥のシュトーレンがあるわ。シュトーレン？酵母の入った生地にドライフルーツやナッツが練り込まれていて、真っ白くなるまで粉砂糖がまぶされているのが特徴のパンよ。幼子イエスを産着で包んでいるような形に見えると言われているの。白くてボテッとしていて、なんだか素朴で可愛いね。たっぷりのバターとドライフルーツが入っているから、ずっしりと重くて日持ちがするの。キリストの誕生を待つ4週間のアドベントと呼ばれる期間に少しずつ切って食べるのが伝統的な習慣なのよ。全部食べちゃダメなの？ダメじゃないけれど、フルーツの風味が日ごとにパンへ移っていって少しずつ味が変わっていくのも楽しみの一つなの。そうなんだ。クリスマスに向けてどんどん美味しくなるなんて、なんだかクリスマス当日がだんだん待ち遠しくなるようなパンだね。そうね。シュトーレンが日本に伝わったのはおよそ500年前と言われていて。そんな昔からあるの？当時は隠れキリシタンの間で密かに食べられていたそうよ。今ではたくさんのパン屋さん、ケーキ屋さんで作られていて、日本でも定番になってきているわ。ねえねえ、シュトーレンの美味しい食べ方も教えて。少しずつ切って食べるってどうやればいいの？まずパンというと端っこから切ってしまうイメージだけれど、シュトーレンは真ん中から切るの。なんで？真ん中から切れば断面の部分をぴったりと合わせて保存できて、空気にさらされにくく乾燥しにくくなるのよ。なるほど。クリスマスまで美味しく保存できるんだね。真ん中からスライスしたら、どちらかが先になくならないよう2分割したパンをだいたい1センチ幅に薄く切って交互に食べていくの。1センチか、なんか物足りなくない？ドライフルーツやナッツがいっぱい入ったパンだから、そのくらいの厚さでも十分楽しめるはずよ。食べ方はもちろん常温でも美味しいけれど、少し温めても美味しいわ。お店によって味が違うから、風味の消えない食べ方を見つけてみてね。長く楽しめるパンだから、生クリームやクリームチーズを乗せたり、食べ方のアレンジをしてみるのも楽しそう。保存方法は乾燥しないように断面をぴったりとくっつけて、全体をラップで巻いて、その上から袋やアルミホイルで巻くとさらにいいそうよ。なんだかシュトーレン食べたくなってきちゃった。お店ごとに中に入ってるフルーツや味が違うから、どこのシュトーレンにしようか迷っちゃうな。食べ比べてお気に入りを見つけてみるのも楽しそうね。よし、今年のクリスマスに向けていっぱいシュトーレンを食べてワクワク気分を盛り上げるぞ。早速買いに行かなきゃ。では皆さん、良いクリスマスを。メリークリスマス。後半はケーキ屋さんのシュトーレンをご紹介。まずはつくば市東新井に本店があるコートダジュールのシュトーレン。白を基調にした清楚でシックな箱を開けると、滑らかな粉糖に包まれた可愛らしいフォルムのシュトーレンが現れます。作った当日は真っ白な粉糖ですが、
2、3日で中の油分が染みて黄色く固まってくるそうです。日を追うごとに変わる風味や食感の変化も楽しめそう。ナイフを入れるとふわっと漂う芳醇で甘くフルーティーな香り。その香りの正体はアルコールを飛ばした洋酒に3ヶ月も漬け込んだドライフルーツです。まるでパウンドケーキのようなずっしり重厚でリッチな生地。ケーキ屋さんだからこそのシュトーレンに仕上がっています。でも香りがすっごいいいんですよ。すごいしっとり練り込まれているドライフルーツもすごいフレッシュなんですよ。ドイツに5年間住んでいたオーナーが様々なシュトーレンを食べて研究に研究を重ね作り出した日本人好みの食べやすいシュトーレンです。こう全体的にすごいフルーティーなシュトーレンだと思います。しっとり重厚リッチなケーキのような味わいの生地と甘くフルーティーな香りを楽しめるシュトーレンでした。コートダジュールではもちろんクリスマスケーキも予約受付中。いっぱい種類があってどれにしようか迷ってしまいそうです。続いてはつくば市筑穂にあるパティスリーマリア。地元の食材にこだわったさまざまなスイーツや色とりどりのケーキが自慢のお店です。ケーキのお供に嬉しいドリンクメニューも充実しています。そんなパティスリーマリアのシュトーレンがこちら。クリスマスらしい賑やかなラッピングを開けると真っ赤なリボンに包まれた大きなシュトーレンが現れます。持ち上げるとずっしりとした重さにびっくり。粗めの砂糖に包まれていて食べるとシャリシャリとした食感です。本場のシュトーレンの伝統と味わいを受け継いだレシピにつくばならではの素材として稲葉酒造の酒粕を隠し味に使っています。食べ終わった後に残るほのかな酒粕の風味。西洋と東洋の伝統がミックスされたシュトーレンです。持ってるだけでちょっとすごい崩れてきちゃいそうなほど中の具がぎっしり入ってます。シュトーレンを切っててこんなに大きいイチジクが入ってるなんてびっくりです。もう口の中ほぼドライフルーツ。具材がぎゅーっと詰まっているので熟成されたドライフルーツの濃い味わいが一気にもう口の中にぶわっとねっとりと広がります。一噛みごとにさまざまなドライフルーツの濃厚さを楽しめるつくばならではのシュトーレンでした。パティスリーマリアでも4種類のクリスマスケーキの予約を受け付けています。ぜひチェックしてみてください。今回はつくば市内で買えるクリスマスシーズンにぴったりのシュトーレンをご紹介しました。パンのようなシュトーレン、ケーキのようなシュトーレン、マジパンが入っていたり具材の量が違ったり、それぞれに特徴的でとっても美味しかったです。どのお店も数量限定、売り切れ次第終了なので気になった方はお早めに。いいクリスマス、そして年末をお過ごしください。次回新年1回目のテーマは食パン。お楽しみに。